おはようございます。チレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。まあ失礼な、なんかうぬぼれみたいなことになっちゃうんですけど、その手の上手い人っていると思うんですよ。例えばまあどうだろう、まあ僕自分自画自賛になっちゃうんだけど、僕って割と上手い方だと思うんですよね。もうあと3年間やってきて、かなり知識がある。知識はまあ多分実力になると思うんですよ。はい。あのカードパワーとかだけじゃなくてさ、このカードは何々に弱いとか、そういう知識知ってるのも多分実力のうちに入ると思うんですよね。まあモンバットってゲーム自体もちょっとまあ運なとこあるけど、知識は実力のうちで、何事にもやっぱプロっていて、結構前かな、まあ多分この動画を撮る頃には上活プロフェッショナルのね、勝ち抜きバトル、はい、あれはね本当にね、素人がやるとねだいぶ疲れんね。本日のパーティーを簡単に説明します。単純明快でございます。モンバードってのは知識が確かに武器になると私はさっき言いました。ただしそんな知識なくても割と楽しめるゲーム、それがモンバードです。見てください、全員打撃です何も考えてないじゃん。知識どこ行ったの。属性耐性、状態上耐性、回避率。まあ僕はよく編集でポンポンと載せてはいますけどさ、まあ実はそんなの知らなくても圧倒的な差が出て負けるとか勝つとかこのゲームってないんですよね。それがいいとこでもあり悪いとこ、まあまあちょっと悪いとこでもあるかもしれないですね。というわけで本日ですね、なかなかこの手の僕のチャンネルはやらない、全員脳筋で参ります。まずは動く石像、衝撃からの大戦闘行くぜ、せーの、ほいわかりやすいわかりやすいっすよ、めっちゃわかりやすいっすよこれ。全員マジで打撃しかないです。このパーティーなど全部、本当に全部打撃ですもう 何も言わなくても全部打撃なんですよで、かつ、なんていうかな、打撃率は、ほら、こんな感じ。打撃の殴り合いに強い打撃パーティー。もうみんな考えたことありますよね。で、なんだったら今回はね、割とそんな動画に出てねえんじゃねえかなっていうやつ。今回はどっちかって言えば、そんなに動画にも出てないんじゃないかなっていう連中ですね。動く石像なんてあんま出てないんじゃないかな。ま、このピンクの鎧は結構なんか既視感ありますね、ただ。うん、ちょっとなんかピンクの鎧既視感になって、君たちさあ、見事に向こうはね、まともにダメージ与えてくる気がございません。まあ、わかりやすいっちゃわかりやすい。属性耐性とか状態状態とかわかんなくてもダメージは出るんですから、今、まあ、簡単に言えばね。あ、呪いの釜はね、動く石像が大体止まりますね。大体これは動く石像が止まってしまいます。悲しいから。お、大丈夫だったね。おはよう。行きます行くぞ、ライアン行くぞ、ライアンった。そう、このピンクの鎧は見てるだけでなんかライアンな気がしてきて仕方ないんですよ。もうライアンに見えてくるんですよね、こいつのことに。なんでだろうね。ピンクで鎧着て戦士タイプっていうだけでね、なんかね、もう、まあ、ライアンに見えてくるんですよ。まあ、痛恨クラウドは関係ないです、こんなもん。HP がさっき見た通り3300あるんですよね。戦士なんですよ、今回は。んで、だからもう、本当になんだろう。HP と力だけでなんか強いよね、みたいなパーティーですよね。本当にね、わかりやすい、単純明快。いけいけアボロとーやったーもう行くぜ割と強いじゃん。割と強いな。なんで気がさるのわかりやすい。ま、本日なんでこの動画撮ってるかというと、さっき冒頭に言った、勝ち抜きバトルの合間に収録してるんですね。ああ、気持ちいいな何も考えない。まあ、要は僕ってどっちかって言えばなんかモーバット初期の頃も理論派だったんですよね、なんか。相性とか考えちゃうタイプ。だから僕がこの手の動画出すのは非常に珍しいと言いますか、まあ。ちなみに今回は全員打撃でこうやって固めてますけど、戦士と相性が良くって打撃打てるやつってね、まだ結構います。はい。人食いサーベル、悪魔の騎士あたりはね、まあ、入ってくるんですけど、人食いサーベルはともかく悪魔の騎士なんてもう死ぬほど見たんで、まあちょっとね、劣化してますけど、ライアーになってますけど、はい。いや、まあ、本当になんだ考えなくていいな。だってどうしようもないもん。だって。うわよくやってんね。で、まあ、全員今回、まあ、剣のマークですよね。打撃っていう。まあ、打撃、物理、うん、物理だ。まあ、物理だよね。全員6、まあ、6、6個の技が全て物理なので、まあ、その性質上、仁王立ちに非常に弱いです。まあ、仁王立ち、まあ、今回は大魔王攻略を目指そうとはしてるんで、まあ、関係のない話なんですけど。そしてね、
この脳筋チーム、さらに脳筋、おお、脳筋に脳筋がかかるとどうなるか。皆さんはね、DLC というものをご存知でしょうか。先ほど僕が振ったのはギガスラッシュです。DLC のとあるカードを使えばね、とんでもない火力が出ると。まあ、300回ぐらいやってるんで、監視力方なら何使うか分かってますよね。こちらです。そう、これが見たかったんですよ。行くぜ、ベルビー、無心攻撃発動、レッツゴー。あ、嫌な予感がする。精神を統一する。心を無にはしていますけど、ぶっちゃけんところ何も考えてないだけですよね。心無じゃないんですよ。何もか、あんそう、こんなことになってるって。呪文ダメだよ、呪文ダメ。呪文とかもう全然。こうしてみるとお前らの属性体制のなさがよくわかるわ。ああ、まあ打撃はいいんだけどさ。なんで、無心攻撃で上がった力を震わせてもらおうか。行くぜ、覇王の時期、レッツゴー、せーの、はい。打撃体勢の上から600出してんだけど。いけないやん、いけないやん、いきます、行きます、いけないやん、行くぜ、ほら行くぜ。なんか考えたくなる。今回は大魔王攻略を狙ってるんでね、ちょっと対人だともうだって出てくるカードが見、だって対人だったらもう考えバレてますもん。今回大魔王攻略、まあ、打撃に多いよ、月と。まあ、脳筋、やっぱさ、まあ、ちょっとなんか自分の動画を過大評価するわけじゃないけどさ、まあ、こういう脳筋ってみんな懐かしいなってなるじゃないですか。ああ。ゲママさんもね、きっと多分これ、この動画を分かってこたな。お前、この動画の趣旨分かっとんな。お前、収益、お前取りに来たな。おっと、相手の攻撃ちょっと待って待って待って。落ち着きな。お前、あれやろ、収益狙いに来たやろ。この動画を設けられますね、みたいな感じで。お前、収益ちょっと奪いに来たな、さては。さあ、無心攻撃、打撃弱点のゲマに、無心攻撃の無慈悲な一撃を与えてやろうやないか、せーのって、あ、よしよし、嘘でしょ。やばい。すごい。衝撃波から、大戦だー、行くぜ、俺行くぜ、うやばい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 、行くぜ。ちょっとそういうね、収益をね剥奪するやつはちょっと見えんの。ゲマかフルボッカーな、なんか面白いなこれ。ダメージ見てると面白いな。呼ばれて出てきてライアンの登場です。まあこう多分ライアンもまあ MP0 的な意味では本当に通じるんだろうな。ただこの今使ってるパーティーにはミラーにもなりうりますけど。すっげえミラーもメタられると思うよ。さあ、相手魔王のオーブが溜まった状態なので、スバゼリアをちょっと不利な状態で仕掛けることになります。最悪、削り殺そうかなって思ってます。こいつならできるかもしれない、それが。さあ、現れましたのはどっちですか？赤目ですよね。そうでなきゃ困ります。さあ、削り切ってやろうじゃないか。大丈夫かな？無心攻撃とか、フォースを使えば、まあ、例えばね、過去にやったチャレンジにはなるんですけど、まあ、一人で、バズズとか悪魔の騎士とかを詰めることによって、光の玉なしゾーマ、一匹で倒すこともね、不可能ではないと。何人かがもう結局やってきたわけですからね。なんで今回は威力の高い技を振って、6000点だったら削れ、あー待って、ほんとやばいかこれ。何がきついかって、つばぜり合いこれ勝てないかもしんない。だから、こっちが決める前に、とどめ打たれたら負けちゃうんですよ。ちょっと個人的にはね、削りたいなーって思ってんすよね。DLC 持ってて、全員物理なら普通に割り返しあるんですよ。攻撃外さなければね。そう、攻撃を外さなければ、6000ぐらいやったら削れると思う。まあなんだったら9000今まで削ってきますからね。行きましょう。このターンだね。うん、行くとしたら。さあ、問題は、うわー！ちょっと待って、きついかもこれ。さあ、緑マックスは取ったんですけど、相手のマリクはちょっと溜まりすぎなんで、きついかも、これ。マジできついかも。連打でゴリ押すんだ！よっしゃ、負け！よかったな、今。有機量をひっくり返したな。オッケー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 。で、一旦メイテ、5つの後を使ってくれたのはラッキーですね。耐久問題を気にしなくていいかもしんない。
ミルドナースは状態上技もそんなないんで、削り切りに行っちゃいますか。皆さんは何をお望みですか。このパーティーで削り切るのをお望みですよね。行きましょう行こうか。6000程度やったら多分削り切れるよ。だって心臓は9000削ったんだぜ。行くぜー、飛び上がって、俺行くぜ。オッケーよーいいよいいよ。3ターン目は大丈夫。うん。ただね、ちょっとこれ攻撃やばいかもね。属性耐性があんまいい方じゃないんですよ、みんな。あそんなにいいわけじゃないからね。行くぜ、当ててくれよ、主人公。覇王の一撃、行くぜー、せーの、はい、よいしょ。いやー、もういきなり厳しくなってきたぞ。削り切る気は本当に君たちある削り切る気ある今のはやらかしなんだよな。今の当ててればだって800打点出てるもん、多分こら、削り切るっつっただろ。おー君たちまともに戦おうとしていないのでは、もしかして君たちまともに戦おうとしていないこれ実はまずいぞ。ねえ。これ、まずいよ。何がっていうと、今、イテハをずん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 イテハされたじゃないですか。勇気がたまらなくて、今から次5ターン目です。次5ターン目です。イテツカ波動をされると、攻撃を外しすぎて、勇気勝ちすらできなくなってしまう可能性がありきりです。そしてもう一つ言うと、高校イテ、例の高校凍てつく波動で本当に負ける可能性がありますね。あ、やなよかんが、え、あれ、え、まあでも5割ですからね。凍てつく波動って5割なんですよ。凍てつく波動って5割なんで、はい嘘でしょね。凍てつく波動って5割なんですよ。まあ 50% ですからね。高いの 50% ですよ。おっまあこれは多分ね、削り切れなかったでしょうな普通に勝っちまったよ。削り切れたかったな賞味ちょっと削り切りたかった感があるんだよななんでそこでピロリ出すかな。まあ俺らしいか。用立ちに非常に弱いっす。用立ちに非常に弱いっす。用立ちに非常に弱いっす。何度でも導いてやる。実際問題どれぐらいなんだろう、知識とね、あの脳筋がいい勝負をするのかをちょっと見届けるように、いい試合をちょっとしたいなと思いまして、もう一戦だけちょっと対人でやりたいと思います。よろしくお願いします。はい。でこの場合ってまあ間違いなく使われるのは仁王立ちです。 2P に、はい、仁王立ち使われたら一旦もう攻撃できないですからね。またはまあDAC 使うと応援かな。はい。ただ、無心攻撃って、かなり、なんか、釣り合いが取れてるからさ、仮に一旦全部防がれたとしても、普通に追いつけんじゃねえかなって感はあるな。ダメージでね。さあ、大振動ちなみにね、麻痺もあるんでね、ワンチャン出ないんじゃないですかね。おーさあ、そして、残念なことに全員が飛んでくるんです、このチームって。神谷ジョこれダメだ。フリー操作軍相手、よいしょっと結構食らうな。まあでも、うわーで、ドルマも来る。ドルマがね、動く石像に飛んでくる。多分暗黒石像ですね、飛ぶのは。はい。主人公、あれ主人公ガードして欲しかったなぁ。三日間持ってもんね。さあ、ただ HP がね、3300という圧倒的 HP を誇ってるんで。あ、ダメです、それ打撃中。ヘビースピッツ打撃するやつはダメ。さあ、覇者の怒りで全体攻撃こすって、HP の差で優位に立ちたいところ。いけ覇者の怒り捨てろ。よいしょ、あっ、避けるな、あいつ。あいつめっちゃ避けるんだ。じゃあ、まあ先ほどからずーっと言ってるんで、こっちにはね、仁王立ち使わせようと思います。さあ、このターン 1P チームはぶっちゃけいます。何もできません。はい。ただ、無心攻撃で取り返せる可能性はあるし、どうなんだろう、この一ターンに 2P チーム、この 2P チームがどこまで稼ぐかってすごい大事なんですよね。まあ、2300まだあるからね、開始時の HP が3300っていうのは結構脅威だよな。まあ、
普通にさ、なんかさ、あんまり知らない人からしたらさ、HP めっちゃ高いチームで強そうに見えるしな。さあ、三日月の元気に逃げてくれた。さあ、このターンは何もできません。はい。すべてガードされますね。さあ、問題はこの一旦ね。うわ、ドルマ来てんね、ちゃんと。ドルマ、はい。うわー。HP きつくなってきたな、急に。急にきつなってまいりましたよ。衝撃波が大振動も、これも意味がないぞ。まるで意味がない。さあ、じゃあ、無心攻撃いきますか。正直、僕が対戦相手であれば、ここつばぜり合いしたいっす。まあ、死なずに行きましょう。無心攻撃一回通してみましょうか、じゃあ。この一ターンで、2336をどこまで追い込めるか、非常に大事でございます。ただ、ちょっと待って、DLC がちょっと壊れすぎるんだよね。正直思うんだけど、DLC がちょっと壊れすぎてて、仁王立ちで完全に防いでも、さらにお釣りが来ちゃうって感じがあるな、なんか。ドラゴンギルを誘っといて、なんか結局のところ、それしめしめと狙われるみたいなね。そういうのあるな、ちょっと。さあ、大振動いけ、無心攻撃から大振動、ほら行くぞ、頑張れ波動、いや、この波動の一撃で、魔法、これね、ダメだ、魔法使いに行かない、せーの、で、うしょ、うーん、まあでも、出てる出てる、追いついてるぞ、だいぶ追いついてるんだ。すげえ追いついてる。さあ、ギロチン、いけないやん、頑張れないやん、俺行くぜ、うーん、追いつけなかったなぁ。多分追いつく、うん、普通に来るね。ドルマで、はい。主人公ガード、あーあー、ガードして、やばいやばいやばい、デインに終わって、待って、これ、素早さ的に負けに、自分が、フル操作ゲーム、ちょっと待って、やばい。さあ、こうなってしまうと、こうなってしまうと、もう、いろいろときつい。主人公を止めれば778って。そう、このターンのつばぜり合いは、主人公を止められるだけのつばぜり合いなんですよ。うわ、だん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 だ、まさかのさ、いいところで止めるのあったな。そう、このターン実は、あまり関係ないんですよ。ここの勝敗って実はあまり関係ないんですよ。だって、あ終わったか？だって素早さ的にも先制できないでしょ。あの、会心できるけど、こいつだって会心出すようなモンスターじゃないんだよ。いけ、うーん、リザードマンのデインで終わっちゃう。お、三日月に、お、ワンチャンワンチャンでか。耐えろ、耐えろ、耐えろ、頑張れ、頑張れ、耐えろ、頑張れ、耐えるんだ、生きるんだ、おお、生きたね。デインで死んでたけどね。よく生きたな。おお、そう、これが知識と、知識とね、脳筋の戦いですよね。いい勝負するんですよ。さあ、どっちが走るか、ま、これ、もうさ、待って、魔法使いの翼、いくつだと思ってんだよ。あ、ですぐあ、まあ、そう、魔力を乗せて、ストライク、ロッですよね。まあ、そうか。